下線、総武線と京浜急行線がお乗り換える。明日からちょっと東京に行ってきたいと思ってるんですけど、できればね、なんか爪痕を残して帰りたいっていうのあるんですよ、私は。さすがにチンコロぐらい出してくるから。どこで？事務所で。事務所で。え、それほんまに面白いと思ってるの？あんた、さすがに出したらおもろいやろ。小さいのがおもろい。出したの？出したことじゃなくて、出したもんが立派じゃないっていうのがおもろい。後継な。やめろ、皮かぶり村を侮辱するなよ。皮かぶりのチンコッティや。すごい。おしっこの出方こうやったんだ。カブトムシみたいなおしっこ出てる。やばいやん、それも。バカにするなよ、皮かぶり村を。もう一人反対勢力だ。ズル向け村っていう。やばい。あいつらのこと嫌いやろ。趣旨から外れるな。すいません。東京、大都会東京に行こうと思ってるんですよ。なぜなら、ちょっとあの事務所の方に来てくださいっていう風な言われてますから、怒られる。監督に怒られると思う。僕は監督って呼んでる人なんだけど、つばすさんって呼ばれてる。つばすさん、ちょっと事務所来てもらえます？あ、呼び出された。うん。え、東京に風俗行っていい？いや、あかん。あかん。我が家はダメ。それほんまに言わせてないけど、これはなんか私が厳しいとかじゃないの、うん、なんか私が翼くんを束縛してるとかそういうことじゃないねんな、うん、自分で自分の首を絞めた結果こうなったのよ。マット行きたい。マットでさ、こうマットあるやん、俺こう寝てるやん、こっち方向。女の子にこう回ってほしい。こう、ローションでこう回ってほしい。それは私がこう回ってあげるから2万くれ。だからお前金やらなあかんのが嫌な。え、意味わからん。そうだ、風俗行ってもお金払うよ。払わんのあんた。それはやっぱ初対面としてあれやろ。どういうこと？やらせていただいてる。2万払えよ、私に。かなちゃん俺のこと好き前提やな。いや、じゃあ好きじゃないって言う。好きじゃない。好きじゃないけど風俗。仮面でやらせてもらってるってなったらこのチャンネルなくなっちゃうんだけど、うん、それは構わない、うん、とりあえず2万払ってくれた。とりあえず2万払ってくれたら、ね、まあでも我が家のルールで風俗行ったら倍払ったらいいっていう。女の子に払ったお金をカナメちゃんにも払ったらまあギリセーフかなっていうルール一応あんねんけど、東京に行くってなって風俗に行かんっていう発想、男やで、男で風俗に行かんっていう発想マジないと思う。それは偏見あった。おさんと離れ離れになって誰にも監視されてない東京下でいやらしいお店に行かへんって発想はほんまに多分男としてはないと思う。ことないって。たぎれよ。なってないやつ。じゃあたぎる方向を間違えてんねん、あんた。素人と行くよりええやろ、さすがに。確かに、うん、ほらハードル下がってきた。だから私にも同じ金額。愛してる。なんなんもう急に気象。だるまさんが、だるまさんが転んだということで、忘れ物を絶対にしたくないよ。多分 ADHD だから忘れ物するかもしれないからしたくないよということで、前日の夜から遠足の気分で用意させていただきました。第一に事務所の人が持ってきてねって言ってたのがパソコンです。パソコンは持ってきてねって言われたんで、私は MacBook です。 MacBook なんですけど、スタバで使って気取ったりはしません。砂利の上で開きます。基本的には地べた、お尻が痛い砂利の上で作業します。基本スタバで Mac 開いてるようなすかしたやつ嫌いなんでね、私。土の上で Mac いじりましょう。充電のケーブルがないと Mac の電池切れちゃいますから、その次にまた同じような充電のケーブルとバッテリー出てきたんですけど、私パソコンも大好きなんですけど携帯が大好きなんですよ。電池が切れたら死んじゃいます。私はモバイルバッテリーも入れていきます。これ朝使うジェル、安いのです。ジェルをこれ一応置いといて、でこれ我が家の鍵で、あとはこういうこまごましたものを入れるケース。あ、ちょっとシワシワいけど、私の後輩ちゃんがくれた T シャツ、コンバージの財布、透明財布、ダメで透明の小銭だけ。お金はない。どこで本読むの？あ、見える。どこで本読んでもらっとんや。だるまさんが2個、よく2個は2個で、カバンはこれです。かわいいでしょ、使いやすいです。それでは覚えてたら朝起きた時から撮りますから、よろしくお願いします。
ようございます。今朝8時半なんです。集合時間全然まだね、もっと遅いんですけど、遅く出てもいいんですけど、目が早く覚めちゃった。東京に行くぞと思ったら朝ごはんマネキンいただいたんで、マネキンと寒い方のアイスコーヒー、うまい、うますぎる、寒い、うまい、寒い、寒い、駅まで向かって、とりあえず新大阪まで行ってきます。ご乗車ありがとうございました。新大阪から新大阪、ちょっと出る改札間違えて外回りで新大阪行ってるんですけど、まだ無計画なんで切符買ってないんですよね。切符買って、で新幹線乗り込んでいきたいと思います。新大阪結構人すごい、やっぱり多いね。うわ、スタバあるわ、スタバ飲みて。いらっしゃいませ、発見しています。 I'm just trying to feel it. I'm just trying to feelどれに乗っていいか分からんへん。何でもいいんか、自由席やから、節約して自由席、自由席やったらどれ乗ってもいいんか。とりあえずね、東京を向かってホーム、このまま東京まで向かいたいと思います。とりあえずホームどこや。右に人がいたり左に人がいたりします。大阪は右なんですけど、私は皆さんに並んで左に並んでおります。来ました、新幹線。到着しました。今からね、何するか、めちゃくちゃタバコ吸いたい、やっと吸いたいから喫煙所にとりあえず行きたい。喫煙所を探していきたいと思います。大都会の渋谷に到着しました。すごいな、天気がめっちゃ良くて良かった。街中灰皿にしてくれよっていう、そういう気持ちなんや俺的には。でとりあえず渋谷わかんないからうろうろして、今何改札かとかも全然よく分かってない。兵庫県のクソ田舎から東京まで来る人生みたいなんて、まあ全然あるけど、なんかちょっと不思議な気持ちだな。自分のホームとはやっぱ全然違うところ、大阪も高いやけど、自分のホームとは全然違うところでなんかこう活動するっていうことがすげえなんかワクワクするな。メガも完全に田舎もんやから、都会に来るとやっぱりちょっとワクワクするっていう感覚があるね。とりあえず事務所に向かって作業をしていきたいと思います。なんや、東京のやつ煙吸ったら死ぬんか。
吸えなさすぎるやろ。大阪と大違いすぎんねんけど、煙吸ったら死ぬ。ちょっとぐらいええやろ。で、きつ、びっくりしてる。どこきつえんの、吸うとこなさすぎんねんけど。顔入ります？顔入らないようにします。はい、こっちが、カイス。カイス、あー、すげえ。スタジオっていう感じ、はい、撮影スタジオ、ちょっと、あ、入ってそうなの、はい、ここが、はい、会議室系のスタジオで使ったりとか、あ、なるほど、なるほど、はい、ここも、あ、撮影できるようになってる、はい、会議したり、撮影したりみたいな、はい、東京や東京や、バリバリ東京や、はいはいはい、あ、すごいすごい。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に助かりました。全然ボロクソに言われてね。全然ボロクソ。全然、むしろめっちゃ褒められてたじゃないですか。一番ベタ。いや、ほんまに。まだ見られる。めちゃくちゃにやけて思ってたわ、もう。一番褒められてる。いや、とんでもない、ほんまに。うわ、寒い、マジで。もうやばいっすね。かわいいな。これ、駅どっちっすか？駅は、何線で行く感じですか？ JR っす。品川？品川行きます。品川だったら JR っすね。はい、JR。光栄の下の、あー、ちょっと高いお弁当を。はいはいはい。買いに行くんすか？ケータリングとか食いてー、マジで。そういうの食えるようになろう。ここを、はい、すぐ、はい、道なりに行けば、下に降りずます。ありがとうございます、監督。マジで、これからも監督でいてください。はい、ぜひ。見捨てないようにお願いします。いや、大丈夫です。昇格になったら、離れちゃいますけど、はい、それ嫌やわ。では、ありがとうございました。すいません、気をつけて。 ありがとうございます。また来月来ます。ありがとうございます。お疲れ様です。いや、マジで、監督めっちゃいい人なんよ。か、尖ってんのよな。尖ってるとこが超良くて、なんか俺もちょっとトゲあるやん。なんかそこの針と針が合わさってテトリスみたいになってんのよ。マジで最高よ、監督。監督でいてくれ、ずっとって思ってるわ。か、今から東京の街を若干ブラッとして、ていうか、まあ、かなみちゃん電話しよう。かなみちゃん電話しちゃおう。もしもし。はい。帰るわ、今日。帰ってから、うん、普通に帰るわ。とりあえず今から、でも飯だけは食って帰ろうかなと思うから。うん、はい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 、ほなね。はい、気をつけて。バイ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 。一人で飯食う、寂しいな。ハンバーガー食いたいな。ハンバーガー。いや、もう東京階段の降り方すらわからんわ。こんな線路近いことある？今近くここ、線路やろ。線路危ない。これ1階か、ここは。緊張しすぎて昼ご飯食ってないんや。そういうとこある。小心者やから。緊張して、緊張でお腹いっぱいになっちゃって昼飯食えなかった。晩飯ちょっと東京のハンバーガーを食べて帰るわ。ザ・グレートバーガースタンド、これっす。グレートバーガースタンド、食べ込みすぎる。ちょっと撮影許可取る勇気がなくて外で食うことにしました。一人で寂しく食べていきたいと思います。フルティーソーダ、どこにでもある店なんかな。東京しかなくあってほしいんやけど、わからんけど。ハンバーガーとポテト、店のすぐ隣で来て。うまそうすぎる、うまそうすぎるだろ。カメラの充電がない。は、これが東京の味か。うますぎるやろ。やばい、やばいぐらいうまい。店員さんのアイスはちょっとグランジ聞いてたけど、味めちゃくちゃうまいわ。そういう店が一番好きや。うまっ。アップルティーソーダって飲み物何？うますぎん？アップル出てくるわ。今うますぎる。なんか東京らしいもん食って帰ってこいよって言われてたけど、別にいいわこれで。かなみちゃんにお土産だけ買って帰りたいな。品川駅着きまして、かなみちゃんに東京といえばのベタなお土産をね、やっぱり買って帰ってあげようかなっていうので。じゃあこれまでよろしいですか？はい、大丈夫です。
ペイペイで使えます。新幹線の切符売り場向かってます。さっきこれね、東京バナナ、かなめちゃんにお土産も買えたんで帰っていきたいと思います。っていうか、お土産も生ざらしのまんまもらってきてもらった。生ざらしでこのままペイって渡そうと思います。落ち着く。いや、東京もめっちゃ良かったんやけど、なんか大阪の雑な感じ好きやわ。赤信号みんなで渡ったら怖くないみたいな、そういう感じ好きですよ。しません、しません。するとか言ってくるやつおるから、しません、するわけねえだろ。そういう精神性が好きです。田辺ちゃん迎えに来てあげようかとか言ってくれてるから、最寄り駅まで迎えに来てもらおうかなと思ってます。ガラガラです。先行まして迎えに来てくれたんで行きたいと思います。ただいま、帰ってきました。東京から。おかえり。だわ、ヨウくんは。ヨウくんもいてる。遅い時間にごめんなさいね。 CD？ 違う、これちょっと調子悪いからさ。 SD 出したい。これを出したいの。あ、入ってないよ、もともとここに。えいた。なんでナビ。あ、これやん。これをねふーってして。あ、こんな風で。そう、つわさくん、なんかお花みたいな匂いする。これ風俗行って風呂入ってきたの。風俗行って気持ち悪い。あのね、事務所行ってきたやん。お花みたいな匂いする人しかいないんですよ。へえ。俺みたいにイノシシみたいな匂いするやついないんですよ。イノシシ。そんなことや、私はこのリオレイヤーを倒したんや。お前ばっかり、かなめちゃんばっかり狙われるやん。あと東京で何を取ってきたん。何が見せて。何を取ってきた。モンスターや。めっちゃ湧いてくるよ、渋谷とかは。ゲイゲイな取っとるわ。ほんまや。やるやん、都会のモンスターやね。見て、全員大阪やで。都会のモンスターやね。嘘やろ。ほら、おらん。嘘やろ。あ、ま、大阪市淀川、大阪市北区。嘘やろ。都会のモンスターじゃないやん。ないやん、嘘つき。とりあえず帰っていきましょうか。帰りましょうか。はい。トゥーちゃん、ジューク。トゥーちゃん、ただいまー。はい、これ、お土産です。お土産あるん。ありがとう。一応買ってきた。また東京バナナ。何、東京バナナ好きやろ。で、また4つやろ、これ。4つ。なんでこの間も東京バナナだったの。また今回も東京バナナ。何が良かった。なんかハイカラなやつ。ハイカラ。あれが良かった。ごま団子あったわっていう感じで、頑張ってねってことが YouTube をやっていくの、頑張っていこうかなと思って。そらええこっちゃね。東京に爪痕残してきた。だから残してない。えげてたよ今の話。聞いてたの。聞いてた。あの、ガリガリの裸見ても、うん、チンコ立たないかどうかやりたいんですよねって言った時は、さすがに引いとったな。え、だから不快感しか残ってない。あんたはズル向け村と川かぶり村の話もしたかったけどな。ちょっと時間足りなかった。そうそうそう。あと言われた。自分ら何のチャンネルやと思いますって言われ、もう俺は真顔でファミリーチャンネルですって答えた。あはははははって笑われたんやけど。お前らファミリーチャンネルやと思ってやってるん。これファミリーチャンネルやと思ってやってる。やってるやんな。やってる。やってる。違う、下ネタでな笑い取るとかそんなもん。底辺の笑いを取りに行かない。チンコッティや。そうはい、じゃあそのままでいてねって、まあ、そのままいてもらおうかな。うん、まあそのままいる以外はちょっと私はでき変わろうと思ってない。え、どうする。私がいきなりじゃあなんかもう、はいはいはい、嫁ポンポンですとか言い出したらどうするん。こん大乗りよ。こんな挨拶しだしたらどうする。俺したら、うん、ありがとうって。ありがとう、変わってくれたんやなって、うん、俺はやっと俺の気持ち伝わったんやなって。嫁ポンポンですとか、あ、ありがとうって思うで。思うで。やってこれ。ちょっとできへんね。この家もう気取っとんほんで、うん、どうなりたいの今後はって展望を聞かれるわけ。中本夫婦みたいになりたいですって言ったら、うん、クソ笑っとったわ。お前らは無理やと。その系統違いやと。え、僕好きなんですよ中本夫婦。え、俺なんか出したりディスってるみたいな、じゃなくて、うんうん、
うん、マジで好きなんですよ、うん、また来月も行こう。私も行こうかな、来月行く。うん、まあちょっと行ってみたいな。風俗行かれへんなんじゃ。行ってきたらいいの。は、私あのサンリオピューロランド行ってくるもんね。じゃあ行かせていただこうか。終わりにしようと思うんで、最後に一回だけあれやってくれ。もう一回やった。一緒にショーや。面白くないって。一緒にショーや。覚えてんの。はい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 、しよう。わかった。はい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 、やべぽチャンネルです、やろう。うん、どうでしょう。行くで。せーの、はい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 、よめぽんチャンネルです。何これ、クソカスに出せえな。